なんだよ500万って一回500万させるかも。そんなバッティングセンターあんのかおい強いんですよね、さっきまあ、カツアゲくんどうする、俺ゲーム買っちゃってカツアゲくんだけ探してたら笑う小沢と怒れる人志。小沢さんお疲れ様です。はい、お疲れ。今日はあの竜が如くでそのフィールドがあの歌舞伎町ね、はい、歌舞伎町をリアルに再現してるということで、まあ、そこをちょっと散策していただきながら、なんかポイントポイントでいろんなプレーができるみたいなので、大阪編のキャバクラの付け回しやらせてくれよ。そこがあの7章以降でできるみたいなので。今何章これ。今2章です。ちなみにこの世代というか今再現されてる歌舞伎町線、これはああこれ映画館だからあれか、こう行ってこんな時にこの時代寿司三昧あった小間劇入れるのか、まあ、大体このね噴水周りにいるんだよね。小沢さんがこの新宿歌舞伎町あたりで喧嘩になったと。中学生ぐらい、中学生ぐらいだからいた。じゃあこれミラノか、なんだっけ、何座だったっけ、ちょっとごめん、まあ、あとこれ名前使ってるミラノだ、ミラノボールだもん、ここ、ここボーリングですか。そうそう、で、これミラノ座ってでかかった劇場。今ももうない。あ、そうなの。これ今ゲームセンターみたいな。ああ、ありますね。はい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 、あります、あります。バッティングできるの。あれもあんじゃんじゃん。どうですか、ストリップ歌舞伎町どこ行ってもいるんだこれ。ヤクザってカタカナ出てきた。あ、これ行けねえんだ、西武新宿通りは。あー、そっち側ですね、うん、はい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 。これでも昔の歌舞伎町探索ではいいよね、うん、懐かしいって感じがする。またかよお前上向いてるからですよ。まあ、昔歌舞伎町サンバ歩くとヤクザに当たるとほんまやだよ。へえ。結構倒すのがめっちゃ早くなってきてますね。これ上がさ、はい、限界があるからなんか覗いちゃうよこれ新宿マンモス工場あるのかな、この時代あるよな、当然あるんじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと、あ、ここ工場だよ、本当。あ、工場か、自販機、自販機の時、工場自販機。あ、バッテリー、あ、やっぱ工場だよ。じゃあ打つか。はい、これレベル高いやろ、これ。1回500万なんだよ、500万って1回500万させる。そんなバッティングセンターあんのかお前。うわ、真ん中めちゃめちゃ遅い60、え、9度割り50万あはい、50万なくなりました、はい、今の100万なくなりました。また戦っていかないとダメです。もういいです、戦いましてヤクザ殴って金稼げばいいんだろ。はい、高えんだよお前。じゃあ、あ、テレクラ懐かしいね。ありましたね。キャバレーブルータス、いいね。ちょっと見てみよう。入れてくれます。入れね。デキンです。デキンです。デキンだよ。クラブズーあります。ズー。クラブズーありますよ。ズーなんてこんな時代からあった。どこにも入れないキャバクラ、面白くない。キャバもでかいやつだろこの。ちょっとイケメンじゃないですか。ちょっとプロレスラーみたいな。もう金置いてけ。単なる稼げかこいつ。強いんですよね、さっきスマッチがすげえ名前がもうガリガリ。あ、こんなにあるんだ。なんだこれ、なんだ今。あ、出た必殺武器。どこ行った武器やられた。めっちゃ金カツアゲされました。今マジ、はい、すごい額がバタバタバタって一瞬でほら逃げてた。ほら俺ちょっと龍が如くはちょっと新しい俺のテーマで、はい、カツアゲ君探しよ。どうする、俺ゲーム買っちゃってカツアゲ君だけ探してたら。カツアゲ君探してんだ。カツアゲ君探しといて。わかりました。ということで、さよなら。